久保さん。まあ確かにね、医療の発達、器具の発達っていうのは目覚ましいでしょうね。昔に比べると10年前なかったような機材がいっぱいあるでしょうね。新しいの、どん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 ,どん出てきて。まあそれはそうですよね。10年前ね、ねスマホそんな出てなかったですけど、今なんかね、スマホの新しいの、なんかすごい出てきてますし、まあね、この前紹介したチャット GTP みたいなね、出てきましたり。今後はやっぱ、その、 うーんやっぱ、あれなんじゃないですかね。今もあると思うんですけど、その AI の医者みたいなね。その、本当にその、聞くみたいな。まあ、映画、映画にもなってますけど、この、そのロボットをね、人に埋め、埋め込むみたいな。その、ちっちゃいロボットがこう行って、病気があったら、その、ロボットがビーってやるみたいな。その、ミクロ、ミクロ、ミクロ、すげえちっちゃいロボットですねで。そうすると医者いらすみたいなね。だから、将来は医者いらないんじゃないですかね。 全部そもそもその、あの、病気になる前に、病気になりそうだったら、まあ、そのロボットはピーってやってくれるみたいな。もしくは、まあ、信号出してくれて。で、まあ、うん、なんか、病院に行っても、なんか、ロボットは全部やってくれるみたいですね。<laughs> まあ、映画とかでもいろいろ描かれてますけど、うんそ、今後医者って必要なのかなっていうところで、うん。 y tres